い、緊急都知事選の結果が日本に及ぼす悪い影響とは、昨日に引き続きまして、昨日は良い方の影響ですね、で今日は、都知事選の結果が日本に及ぼす悪い方の影響とはってことになっております、うん、なんか悪い方ってね聞くとなんか嫌だなってちょっと心沈みそうですけれども、まあ、これを聞くことに先生のお話聞くことによってちょっと注意しようというかね、そうです、そういうふうに考えていただく、そうネガティブな予言ってね、よくないじゃんっていうふうに言われるんだけど、まあそれは受け取る方がそう糧にしてねというかそこを注意しましょうっていうにポジティブに使ってもらえれば結構です、それが一番ですよね、はい、でまあこれ昨日も同じ件を出したんですけども、はい、まあ、悪い方の意味合いといたしましてはですね、一つは、ゆすりたかりの構造というやつで、なんかね、まあ前のほら、給付金10万とかいうのもあったじゃないですか、はい、あれと似たような感じでですね、なんやかんやとその言いがかりをつけてはお金を取るような構造というのが、なんかどんどん蔓延していくのではないかなと。はあ、それはあれですかね、その給付金詐欺じゃないですけど、そっち系とかではなく、詐欺そのものじゃなくって、要するに10万円でまああれじゃないですか、あれをにもう一回やってくれであるとかですね、要するに制御の方のちゃんとした努力をしないで、都なり国なりが全部面倒見ろみたいな感じの、まあ、ちょっと甘えの精神が出るんじゃないかなっていうのが一つと、あーはーはー、はい、なるほど。で、あともう一つはですね、寄せ集めのボロが出るというやつでして、おそらくその、まあ、今まだその、都知事が変わったとしてもね、はい、あれですよ、そのコロナの状態っていうのはまだこう年間続くじゃないですか、まだまだ。そうすると、おそらくそういうものをこうに対処しようとしてね、外部ブレーンということで、うん、学者さんであるとかその、ね、知識人であるとか、うん、そういう問題に詳しい人をいっぱいこう集めてきてみんなの意見を聞いてっていうふうにやるのが、まあ当たり前のことなんだけれども、それがその専門家のバラバラの各意見をこ うまくまとめていい効果が上がったというよりは、うん、なんかそのなんか今その寄せ集めって言い方をしましたけども、それぞれには確かに専門かもしれないけども、なんかその一つのまとまった意見っていうのは作れないでね、なんかあっちもこっちもこう聞いたら結局何もできなくなっちゃったじゃないかみたいな感じの、そういうそのまあ寄せ集めのボロが出るというような感じの影響かなというところだったんですよ。ですから、まあ、やってること自体は間違いではなくて、さっきのね給付金の話にしても専門家にかなり意見を聞くというのも間違っちゃいないんだけども、なんかあんまりいい効果を生まないのではないかなという予想があります。ちょっとありがたくない予想ですのでね。ただこれに関してはじゃあみんなが何か注意してって言ってもね、ちょっとね。あんまり注意できないよね、まあ、難しいと思うんですけど、ただその何ですかね、例えばその何が正しいか正しくないのかって、こうネットの情報、テレビの情報とか、しかも初めて、ね、経験することってなったら、うん、本当にもう分かんないと思うんですけど、 そうですね、そこでなんかその結局その自分でもう判断するしかないみたいな、まあ、なるじゃないですか、言ってしまえばそうなんですが ね、ただそのもうなんか条件反射的に何か言ったらすぐバッと言うみたいなのがもうこうみんな割と習い性になっちゃってるのでね、なんかこうそれこそ炎上ではないけど、なんかポッと火種を投げ込んだらもうすぐに反応するみたいなのっていうのは決してそれはいいことではないと思いますのでね、僕も一回なんかそのなんていうかね、すぐ動く時も必要かもしれないですけど、ちょっとね自分で考えたり人に話聞いてってちょっと冷静になる瞬間は必要かなと思ったりします。なんかあったかしてました。いや、何もないですよ。まあ、まともなこと言ってるけど、なんかありました。いやいやいや、来ない間になんか。なんかその、いや、僕もなんかね、その、いろいろ話とか聞いても、何が本当か、わかんなくなって、間違、まあ、今さっき間違った情報を人に送っちゃって、それで、あ、やっぱりそれ、ごめん、間違いやったよっていうのを経験してから、はいはいはい、やっぱちょっと、怖いと。怖いよね。思っちゃって。だからまあ、最後に全部諸説ありますってつけるとかね、っていう話ですってつけるかね。本当にね、まあちょっと皆さんそれぞれで気をつけながら、まあ無責任な拡散者にはならないようにということですよね。はい、素晴らしい番組ですね。社会啓蒙、あんまり自分で言わないですか、啓蒙してますねみたいな。はい、以上です。はい、ありがとうございました。